酢酸ウラニル 2H2O は、ウラニルの酢酸塩で、わずかに酢酸臭のする、黄緑色の結晶性固体である。酢酸ウラニルは放射性があるが、放射能は含まれるウラン同位体によって異なる。各燃料製造時の派生物質であるため、使用及び保有には、国際法上での認可が必要である。酢酸ウラニルは通常は劣化ウランを原料として、 酢酸を反応させることで生産されている。酢酸ウラニルマグネシウム酢酸、ウラニルマグネシウム酢酸ウラニルは電子顕微鏡観察において陰性染色のために広く使われている。生物学分野における電子顕微鏡観察法では酢酸ウラニルはほぼ必須とも言える。陰性染色法では飼料を1から5%の酢酸ウラニル水溶液で処理する。 酢酸ウラニルによる染色は簡単かつ迅速に行え、しかも処理後数分で観察できるようになる。酢酸ウラニルが使えない資料の場合には、他の染色法を用いたり、低加速電圧電子顕微鏡を用いるが望ましい。酢酸ウラニルの1%溶液及び2%溶液は、酸塩基子脂薬としても利用される。また、ナトリウムとの間で不溶性の塩を形成するため、 高濃度のものは分析科学において適定に用いられる。酢酸ウラニルは光、特に紫外線に敏感で、露光により沈殿を生じる。酢酸ウラニルは米国全州道路交通運輸行政環境会でも採用されている。酢酸ウラニルは放射性と毒性を持つ。劣化ウランから生産した商用品は、非放射能が 1g あたり0.370.51。 マイクロキュリーである。これはごく弱い放射能で体に付着しても害となるほどではない。一方、酢酸ウラニルは強い毒性を持ち、引用や粉塵の吸引、外傷部への付着は危険である。科学毒性だけでなく弱い放射能によって長期的な内部被曝を受ける。ありがとうございます。